よくこのアプリをダウンロードしてくれた。驚かなくていい。メガキンのおすすめゲーム。これから軽く対戦するつもりだった。そうだろう？これはゲームさ。でも、君が思っているより重要なゲーム。ようやく見つけた。選ばれし者が選ばれた。君のような人間がこのゲームをダウンロードするのを待っていた。まずは君の名前と性別を聞かせてくれ。人は自分の内側か外側に悪魔を飼っている。君の悪魔を見せてくれ。このゲームでは悪魔を召喚して戦う。そう、悪魔さ。悪魔だ。君は悪魔のダウンローダーになる。確かに、いつまでも名乗らないんじゃ逆にやりにくいな。俺のことはとりあえずエインヘリアルと呼んでくれ。俺の悪魔とちょっとスパーリングをしてみよう。大丈夫、ただのチュートリアルさ。悪魔召喚アプリを使って実際に悪魔を呼び出してみてくれ。準備完了、行くぞ。今周囲の風景が変わったろうが、あまり気にしなくていい。人の目を気にせず戦えるってことさ。それより悪魔だ。その悪魔たちは AR キャラクターのように何らかのデバイス、例えばスマートフォン越しでないと確認できない。が、確かにこの世界に存在している。だから悪魔なんだ。その悪魔と共に様々な情報が表示されているだろう。まずはそれを確認するんだ。習うより慣れろさ。悪魔に攻撃を指示してみてくれ。簡単だろう。では敵を殲滅してみるといい。どうかな？悪魔を使う気分は？しかし、これはまだ序の口さ。悪魔を使った戦いの真髄は属性だ。
属性で弱点をつく。悪魔との戦闘では何より重要だ。それを念頭に目の前の敵を倒してみてくれ。それでは仕上げといこうか。相手はさっきまでの雑魚とは違う。君を本気で殺しに来る。負ければ死ぬ。さあ、君の中の悪魔を見せてくれ。みんな無事だね。さすがだね。君を選んだ甲斐があった。これでバトルのチュートリアルは終わりだ。あと少しだけ付き合ってくれ。これでみんなの力になれるね。新しい戦争が水面下で起きた。新しい敵、未知の知的生命体。それが邪悪な存在かどうかはわからないが、君たちはそいつを信奉する連中と戦わないといけない。その知的生命体の名はベニタス。人類を試す神の器だ。ベニタスには信奉者団、アコライツと呼ばれる支持者グループがついている。そのアコライツと戦うのが君たち、リベレーターズさ。詳しい話は仲間たちに聞いてくれ。デビルダウンローダー、通称 D2、 君と同じ悪魔を召喚する力を持った者たちだ。場所はスマホの地図アプリにマークしておいた。秋葉原にあるシェアハウス、そこに向かってくれ。